もう、そういう話すと、なんとなく腑に落ちるでしょ？納得いくでしょ？だから聞くもん、僕。どうして割れるんですかね？どうしてクラックが行くんですかね？なんでクラックが行くんですかね？おかしいと思いませんか？何百万、何十万。おかしいと思いませんか？普通の鉄、引っ叩いても壊れないアルミ。ちょっとまあ変形するかしんないけど、クラックがいかない鉄。片やハンマーでぶち壊すとパリッと割れちゃうもの。それ卑怯度っつんじゃないんですか？卑怯度。強度が高ければいいことはいいけど、その前に卑強度ってつくんですよ。わかります？って重量単位ですよ、重量単位。それふわふわ浮く、いくら軽くても壊れたら嫌でしょ。まあ飛行機乗ることないから大丈夫かな。そうだね。絶対俺飛行機乗らねえもんね。だから、すごいよ。もう知ってるやつはさ、そう思うもん。俺嫌だなと思うもん。いやでも飛行機乗るとよくすっげえ頼むじゃないですか、だ重め量って。こんなんね。あれ嫌だもん、ああいうの。あれ、好きなやついるんだよ。大丈夫かなと思っちゃいうもや、んね。好きなやついるんだよ。たまらないんだって。ロールス・ロイスとかさ、書いてあるんが。たまんないみたいよ。足がこんなんだと王妃様みたいな格好したやつでしょ？そうそうそう、お日様、偉い。テトラポットの型を作るわけですよ。で、そのテトラポットの型っていうのはエポキシなんですよ。で、一番初めに、テトラポットの型があるでしょ？それをエポキシの FRP の型で作る。で、さらに量産、テトラポットの量産型は、エポキシの FRP の型からポリエステルの FRP の型を作る。レジンインジェクションって、レジンを噴射して FRP のテトラポットの型を作る。それが量産型になる。だから一番のマスターはエポキシのマスター型がテトラポットの型なの。あれですよね、海に沈めるテトラポットですよ海ね。に沈めるとか波消しのブロックでですす。よね。はい。で、量産型が FRP のテトラポットの型なんです。マスターテトラ型ポットはだってあれでしょ、コンクリでしょ。コンクリ。それに FRP のテトラポットの型にコンクリ流すわ。で、バラすわ。で、量産はだから FRP のテトラポットの型。そのマスターはエポキシの FRP の型。っていうかあれ鉄じゃねえんですか、あのだから型鉄のは。もありますよ。でも量産するときはそういうパターンも一つあるんです。鉄だけじゃなくて、エポキシのテトラポットの型がマスター、量産型が、だってそんなことしたらテトラポットははいのその型ははい、使い捨て？だから FRP はね、使い捨てっつったって何十個も作るわけでしょ、何百個も。でしょ？FRP の型がダメになるまで作るわけでしでょ。すよね。はい。だけど、FRP の型を作るのはエポキシの型。で、エポキシの型はマスター。で、壊れない。ほとんど。で、量産するのはだから FRP の型。そのエポキシを何にするかっつうのはテーマの一つだから。これがテーマじゃないですよ、68が。68よりもっと粘度の高くて、どうしようもないようなエポキシをそのマスター型に使うわけ、普通は。こんな高級なさ、材料を使わねえの。もっと安い材料を使う。でもそれがマスターだから。で、量産が FRP、 エポキシじゃなくてポリエステル。それは使い捨て。で、エポキシの方はこれよりもっと安いわけだけど、マスター型です。で、レジンインジェクションとか、コールドプレスとか、いろんな言い方はあるんだ。
だから本当に高級材料なの、これは。これはね、うん。で、カモンの足すり減らして、台湾だとかさ、ニックスだとかさ、みんなあのラインを探すわけよ。で、台湾であったもん。探してんの、何やってんの、こんなとこで。日本にはないですか。いや、日本にありますよ、それは昔ね。でも今はほら違うじゃん、値段安くだから。だからあのドライカーボンは比較的限定されてるだけの話なのよ、うん、要するに10種類以下よ。エポキシはもうふんだんにあるわけよ、うん十万種も、うん。でただうん十万種エポキシがあっても探せないでしょ、開発できないでしょ、うん、手出しできないのよ、うん。ドライカーボンは手出しできちゃうの、そういうことで限定されてるから材料が。そういうもんなんですか。そう、バカチョンとは言わないよ、うん、バカチョンとは言わないけど、そこそこエポかじったやつだったら、うん、まあ開発はそれは無理にしても、うん、探すだけだったらどうにかさ当て込んじゃう、種類がないんだから。だからあなたのように圧力かけるか熱かけるか2つに1つなんだから、もうそれもどっちかっていうと熱圧力より、圧力って難しいでしょ、うん、密閉容器の中でやんなきゃいけないから、うんうん、熱だったら楽でしょ。ですよね、うん、何十度かけりゃいいだけでしょ、だからほとんど熱、熱かけて固めるなんてエポキシだったら楽だもん。だけどカーボンに染み込んで割れなくてどうしようっつったら、あの一定のレベルまで行くんですよ、エポキシはみんな、うん、あのちょこっといじればで、ちょこっとかじれば、うん、だけどそれ以上いかないんですよ、商売みんなそうじゃないですか。あの奥深いよっつって、奥どんだけ奥まで行くんだか分かんないじゃないですか、うん、商売みんなほら同じじゃないですか。要はこれ何分ぐらいで固まるんですか。だからそれは50分ぐらい作業できて、30分って言うと意外と短いんですよ、うん、あ本当は20から30分、うん、うん、そんだけ30分は確実に作業できて、うんうん、それ以降はガーッと急激に固まる、固まってくるからね。そう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 、でそういう材料に仕立ててある、うん、でカーボンに染み込むっていうのがこれ、これ以下になるとカーボンにもちろん染み込むんだけど垂れちゃう。だから粘土とすると、まあそこ書いてある粘土4500、普通粘土、普通のエポキシは粘土2万だから、それ数値が高い方が高いわけ、粘土が高いですか、うん、お水が 1CPS、 お水は、うん、だからお水の4500倍ぐらいが一応その柔らかいって言ってたその粘土、え、これで4500倍なんですか。そう、あ、そうなんですか、うん、で普通のは800センチポイズぐらいあるわけ、1000センチポイズぐらいあるわけ。要するにエポキシの2万つったじゃないですか、20分の1だっけ、1000センチポイズでぐらいあるわけで、溶剤で要するに強度を落として粘度低くしてあるだけじゃないわけ、強度を落とさないで粘性低くして染み込み良くして垂れなくしてある。で作業時間はそういうね、FRP 奥が深いな。いや深くないと思う。そうすか。うん。いやだから普通に考えることができないんだよね。テトラポットの上が垂れなくて下が垂れちゃう、あ、上が垂れて下が垂れなくいう解決方法を知らなければさ、うん、できないじゃない。垂れに染み込みやすくて垂れにく。垂れにくいっていうのをさ、うん、どうやったらいいのか、どういう粘土と染み込みやすさがそれに適するのか分かんなかったらやりようがないじゃない、うん、で両方の知識と経験ないと、だからそういうことなんです、うん、でなおかつ割れにくいってことじゃないとさ、性能的には意味ないじゃん。これ何分ぐらいで固まるんですか。だからそれは50分、50分ぐらい作業できて、30分って言うと意外と短いんですよ、うん、あ、本当は20から30分、うん、そんだけ30分は確実に作業できて、うんうん、それ以降はガーッと急激に固まるの、固まってくるからね、
ね。そう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 、でそういう材料に仕立ててある、うん、でカーボンに染み込むっていうのがこれ、これ以下になるとカーボンにもちろん染み込むんだけど垂れちゃう。あ、だから粘土っつうと、まあそこ書いてある粘土4500、普通粘土、普通のエポキシは粘土2万だから、数値が高い方が高いわけ、粘土が高い、うん、お水が1CPS、 お水は、うん、だからお水の4500倍ぐらいが一応その柔らかいっつってたその粘土。え、これで4500倍なんですか。そう。あ、そうなんですか。うん、で普通のは800センチポイズぐらいある、1000センチポイズぐらいあるわけ。要するにエポキシの2万つったじゃないですか、20分の1だっけ、1000センチポイズでぐらいあるわけで、溶剤で要するに強度を落として粘度低くしてあるだけじゃないわけ、強度を落とさないで粘性低くして染み込み良くして垂れなくしてある。で作業時間はそういうこと、ね、FRP の奥が深いな。いや深くないと思う。そうすか。うん、いやだから普通に考えることができないんだよね。テトラポットの上が垂れなくて下が垂れちゃう、あ、上が垂れて下が垂れなくいう解決方法を知らなければさ、できないじゃない。垂れにく、染み込みやすくて垂れにく、垂れにくいっていうのをさ、どうやったらいいのか、どういう粘土と染み込みやすさがそれに適するのか分かんなかったらやりようがないじゃない、うん、で両方の知識と経験ないと、だからそういうことなんですよ、うん、でなおかつ割れにくいってことじゃないとさ、性能的には意味ないじゃん。だからそうですよね、うん、そんなんだったら普通のエポキシ使えばって言うじゃない、うんうん、やればっつって、じゃあエポキシ屋が採用しなかったのをどうぞって言うじゃない、納得するじゃないですか、なんとなく、うん、そうに言われちゃうと、君たちは高いお金出してわざわざエポキシ屋が手出ししなかったようなやつをありがたがって作ってるって言っては笑っちゃうよね。ショックだよね。ショックだよね。だって最初からショックなこと言うつもりはないんだけど、だってそれはありがたがって使ってるからやっぱさ、うん、ショックと思うけどね、うん、じゃなきゃさやっぱりさ、うん、思う。だからそれであれでしょ、試作品作ってきてやれば楽しみでしょ、うん、やっぱりやりがあるでしょ。そうじゃないか、俺僕関わんないもん、悪いけど。なるほど、うん、だってさ伊勢崎の人間なのにさ、ほら横浜行ったじゃん、横浜とかなんか、うん、ね、でかかってくるわけよ、やった島の字の書き方はとかさ、あ、分かってますかなっつってさ字の書き方説明するんだよやった島っつう字はですね、分かりますっつって、分かりますって言わないよ、うん、あ、そうですか、そうですかって聞くじゃん。8に1と2とのとって言うじゃん。で利根川をどこ、はあ、懐かしいなと聞いてるじゃん、で図面してその辺の材料、うん、だからまあありがたいよね。本当の真実の姿は、そういう話すとなんとなく、そういう話すとなんとなく腑に落ちるでしょ、納得いくでしょ、うん、だから聞くもん僕、え、どうして割れるんですかね、どうしてクラックがいくんですかね、なんでクラックがいくんですかね、おかしいと思いませんか、何百万何十万、おかしいと思いませんか。普通の鉄引っ張られても壊れないアルミ、ちょっとまあ変形するかしんないけど、クラックがいかない鉄、肩やハンマーでぶち壊すとパリッと割れちゃうもの、それ卑怯度っつんじゃないんですか卑怯度
強度が高ければいいことはいいけど、その前に非強度ってつくんですよ。非わかりますって重量単位ですよ、重量単位。それけふわふわ浮く、いくら軽くても壊れたら嫌でしょ。まあ飛行機乗ることないから大丈夫かな。そうだね、絶対俺飛行機乗らねえもんね。だからそう思うよ。もう知ってるやつはさ、そう思うもん。俺嫌だなと思うもん。いやー、飛行機乗ると、うん、よくすっげえ頼むじゃないですか。うん、頼む頼む。こんなんね、あれ嫌だもん。ああいうの、あれ好きなやついるんだよ。大丈夫かなと思っちゃうもんね。好きなやついるんだよ。あのたまらないんだって、あのロールスロイスとかさ、あの書いてあるんがたまんないみたいよ。もうそういう話すとなんとなく腑に落ちるでしょ、納得いくでしょ。だから聞くもん僕、どうして割れるんですかね、どうしてクラックがいくんですかね、なんでクラックがいくんですかね、おかしいと思いませんか、何百万何十万、おかしいと思いませんか。普通の鉄引っ叩いても壊れないアルミ、ちょっとまあ変形するかしんないけど、クラックがいかない鉄、肩やハンマーでぶち壊すとパリッと割れちゃうもの、それ非強度っつうんじゃないんですか。非強度、強度が高ければいいことはいいけど、その前に非強度ってつくんですよ。非わかりますって重量単位ですよ、重量単位。それけふわふわ浮く、いくら軽くても壊れたら嫌でしょ。まあ飛行機乗ることないから大丈夫かな。そうだね、絶対俺飛行機乗らねえもんね。だからそう思うよ。もう知ってるやつはさ、そう思うもん。俺嫌だなと思うもん。いやー、飛行機乗ると、うん、よくすっげえ頼むじゃないですか。うん、頼む頼む。こんなんね、あれ嫌だもん。ああいうの、あれ好きなやついるんだよ。大丈夫かなと思っちゃうもんね。好きなやついるんだよ。あのたまらないんだって、あのロールスロイスとかさ、あの書いてあるんがたまんないみたいよ。あの足がこんなんだと王様みたいな顔してるやつでしょ。そうそうそう、王様えらい。あのテトラポッドの型を作るわけですよ。でそのテトラポッドの型っていうのはエポキシなんですよ。で、うん、一番初めにこれかこれか、テトラポッドの型があるでしょ。それをエポキシの FRP の型で作る。でさらに量産、テトラポッドの量産型はエポキシの FRP の型からポリエステルの FRP の型作る。レジンインジェクションってレジンを噴射して、うん、FRP のテトラポッドの型を作る、うん、それが量産型になる。だから一番のマスターはエポキシのマスター型がテトラポッドの型なんだ。あれですね、海に沈めるテトラポッドですね。海に沈めるとか波消しのブロックですよね、はい。で量産型が FRP のテトラポッドの型なんです。マスター型はテトラポッドだってあれでしょ、コンクリでしょ。コンクリ、それに FRP のテトラポッドの型にコンクリ流すわ。でバラすわ。で量産はだから FRP のテトラポッドの型、そのマスターはエポキシの FRP の型。えっていうかあれ鉄じゃねえんですか。あの鉄のもありますよ。でも量産するときはそういうパターンも一つあるんですよ。鉄だけじゃなくてエポキシのテトラポッドの型がマスター、量産型が。え、だってそんなことしたらテトラポッドは、はい、のその型は、はい、使い捨て。だから FRP はね、使い捨てっつったって何十個も作るわけでしょ、何百個もでしょ。あのエポキシ、FRP の型がダメになるまで作るわけでしょ。ですよね、はい。
だけどその FRP の型を作るのはエポキシの型、うーんでエポキシの型はマスター、うん、で壊れないほとんど、へえ、で量産するのはだから FRP の型、そのエポキシを何にするかっつうのはテーマの一つだから、うん、これがテーマじゃないですよ68が。68よりもっと粘度の高くて、うん、どうしようもないようなエポキシをそのマスター型に使うわけ、うん、普通は、うん、こんな高級なさ材料を使わねえ、うん、もっと安い材料使う、うん、でもそれがマスターだから、うん、で量産が FRP エポキシじゃなくてポリエステル、それは使い捨て、うん、でエポキシの方はこれよりもっと安いわけだけど、うん、マスター型でレジンインジェクションとかあのコールドプレスとかいろんな言い方はあるんだ、だから本当に高級材料なのこれは。これはね、うん、でカボンの足すり減らして台湾だとかさニックスだとかさみんなあのラインを探すわけよ、うん、で台湾であったもん探してんの何やってんの、こんなとこで。日本にはないですか。で日本にありますよそれは昔ね、でも今はほら違うじゃん値段安くだから、うん、だからあのドライカーボンは比較的限定されてるだけの話なのよ、うん、要するに10種類以下よ。エポキシはもうふんだんにあるわけよ、うん十万種も、うん、でただうん十万種エポキシがあっても探せないでしょ、開発できないでしょ、うん、手出しできないのよ、うん、ドライカーボンは手出しできちゃうのよ、そういうことで限定されてるから材料が。そういうもんなんですか。そうバカチョンとは言わないよ、うん、バカチョンとは言わないけどそこそこエポかじったやつだったら、うん、まあ開発はそれは無理にしても、うん、探すだけだったらどうにかさ当て込んじゃう、種類がないんだから。だからあなたのように圧力かけるか熱かけるか2つに1つなんだから、うん、それもどっちかっつうと熱圧力より、圧力って難しいでしょ、うん、密閉容器の中でやんなきゃいけないから、うん、熱だったら楽でしょ。ですよね、うん、何十度かけりゃいいだけでしょ、だからほとんど熱、うん、熱かけて固めるなんてエポキシだったら楽だもん。だけどカーボンに染み込んで割れなくて、うん、どうしようっつったらあの一定のレベルまで行くんですよエポキシは。みんな、うん、あのちょこっといじればでちょこっとかじれば、だけどそれ以上いかないんですよ商売。みんなそうじゃないですか、あの奥深いよっつって奥どんだけ奥まで行くんだか分かんないじゃないですか、うん、商売みんなほら同じじゃないですか要は。これ何分ぐらいで固まるんですか。だからそれは50分ぐらい作業できて、30分って言うと意外と短いんですよ、うん、あ本当だ20から30分、うん、そんだけ30分は確実に作業できて、うんうんうん、それ以降はガーッと急激に固まる。固まってくるからね。そう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 、でそういう材料に仕立ててある、うん、でカーボンに染み込むっていうのがこれ。これ以下になるとカーボンにもちろん染み込むんだけど垂れちゃう。だから粘土っつうとまあそこ書いてある粘土4500、普通粘土、普通のエポキシは粘土2万だから、数値が高い方が高いわけ、粘土が高いです、うん、お水が 1CPS お水は、うん、だからお水の4500倍、うん、ぐらいが一応その柔らかいっつってたその粘土。え、これ4500倍なんですか。そう。あ、そうなんですか。うん、で普通のは800倍、あ、800センチポイズぐらいあるわけ、1000センチポイズぐらいあるわけ。要するにエポキシの2万つったじゃないですか、20分の1だっけ、1000センチポイズでぐらいあるわけで、溶剤で要するに強度を落として粘度低くしてあるだけじゃないわけ、強度を落とさないで粘性低くして染み込みよくして垂れなくしてある。で作業時間はそういう、ね、FRP の奥が深いな。いや深くないと思う。そうすか。うん、
いやだから普通に考えることができないんだよね。テトラポッドの上が垂れなくて下が垂れちゃう、あ、上が垂れて下が垂れなくいう解決方法を知らなければさ、うん、できないじゃない。垂れにくがん染み込みやすくて垂れにくいっていうのをさ、うん、どうやったらいいのか、どういう粘土と染み込みやすさがそれに適するのか分かんなかったらやりようがないじゃない、うん、で両方の知識と経験がないと、だからそういうことなんですよ、うん、でなおかつ割れにくいってことじゃないとさ、性能的には意味ないじゃん。これ何分ぐらいで固まるんですか。だからそれは50分、50分ぐらい作業できて、30分って言うと意外と短いんですよ。うん、あ、本当は20から30分、うん、そんだけ30分は確実に作業できて、うんうん、それ以降はガーッと急激に固まるの。固まってくるからね。そう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 。でそういう材料に仕立ててある、うん、でカーボンに染み込むっていうのがこれ、これ以下になるとカーボンにもちろん染み込むんだけど垂れちゃう。あ、だから粘土っつうと、まあそこ書いてある粘土4500、普通粘土、普通のエポキシは粘土2万だから、数値が高い方が高いわけ、粘土が高い、うん、お水が1CPS、 お水は、うん、だからお水の4500倍ぐらいが一応その柔らかいっつってたその粘土、え、これで4500倍なんですか。そう、あ、そうなんですか。うん、で普通のは800倍、あ、800cm ぐらいある、 1000cm ぐらいあるわけ。要するにエポキシの2万つったじゃないですか、20分の1だっけ、1000センチポイズでぐらいあるわけで、溶剤で要するに強度を落として粘度低くしてあるだけじゃないわけ、強度を落とさないで粘性低くして染み込み良くして垂れなくしてある。で作業時間はそういうこと、ね、FRP の奥が深いな。いや深くないと思う。そうすか。いやだから普通に考えることができないんだよね。テトラポットの上が垂れなくて下が垂れちゃう、あ、上が垂れて下が垂れなくいう解決方法を知らなければさ、できないじゃない。垂れにくがん染み込みやすくて垂れにくいっていうのをさ、どうやったらいいのか、どういう粘土と染み込みやすさがそれに適するのか分かんなかったらやりようがないじゃない、うん、で両方の知識と経験ないと、だからそういうことなんですよ、うん、でなおかつ割れにくいってことじゃないとさ、性能的には意味ないじゃん。だからそうですよね、うん、そんなんだったら普通のエポキシ使えばって言うじゃない、うんうん、やればっつって、じゃあエポキシ屋が採用しなかったのをどうぞって言うじゃない、納得するじゃないですか、なんとなく、うん、そうに言われちゃうと、君たちは高いお金出してわざわざエポキシアが手出ししなかったようなやつをありがたがって使ってるって言っては笑っちゃうよね。ショックだよね。ショックだよね。だって最初からショックなこと言うつもりはないんだけど、だってそれはありがたがって使ってるからやっぱ、うん、さあショックかと思うけどね、うん、じゃなきゃさ、やっぱりさ、うん、思うもん。だからそれであれでしょ、試作品作ってきてやれば楽しみでしょ、うん、やっぱりやりがいあるでしょ。そうじゃないか、俺僕関わんないもん、悪いけど。なるほど、うん、だってさ伊勢崎の人間なんでさ、ほら横浜いたじゃん、横浜とかなんか、うん、ね、でかかってくるわけよ、やった島の字の書き方はとかさ、あ、分かってますかなっつってさ字の書き方説明するんだよやった島っつう字はですね、分かりますっつって分かりますって言わないよ、うん、あ、そうですか、そうですかって聞くじゃん。8に1と2とのととか言うじゃん
で利根川をと、はあ、懐かしいなと聞いてるじゃん、で図面してその農園の材料、だからまあありがたいよね。本当の真実の姿は、あのそういう話すとなんとなく、のそういう話すとなんとなく腑に落ちるでしょ、納得いくでしょ、だから聞くもん僕、どうして割れるんですかね、どうしてクラックがいくんですかね、なんでクラックがいくんですかね、おかしいと思いませんか、何百万何十万おかしいと思いませんか、普通の鉄引っ叩いても壊れないアルミ、ちょっとまあ変形するかしんないけど、クラックがいかない鉄、肩やハンマーでぶち壊すとパリッと割れちゃうもの、それ卑怯度っつんじゃないんですか、卑怯度、強度が高ければいいことはいいけど、その前に卑強度ってつくんですよ、卑、わかりますって重量単位ですよ、重量単位、それけふわふわ浮く、いくら軽くても壊れたら嫌でしょ、まあ飛行機乗ることないから大丈夫かな、そうだね、絶対俺飛行機乗らねえもんね、だからそう思うよ、もう知ってるやつはさそう思うもん、俺嫌だなと思うもん、いやー飛行機乗ると、よくすっげえ頼むじゃないですか、頼む頼む、こんなんね、あれ嫌だもん、ああいうの、あれ好きなやついるんだよ、大丈夫かなと思っちゃうもんね、好きなやついるんだよ、あのたまらないんだって、あのロールスロイスとかさ、あの書いてあるんがたまんないみたいよ、へえ、そういう話すとなんとなく腑に落ちるでしょ、納得いくでしょ、だから聞くもん僕、どうして割れるんですかね、どうしてクラックがいくんですかね、なんでクラックがいくんですかね、おかしいと思いませんか、何百万何十万おかしいと思いませんか、普通の鉄引っ叩いても壊れないアルミ、ちょっとまあ変形するかしんないけど、クラックがいかない鉄、肩やハンマーでぶち壊すとパリッと割れちゃうもの、それ卑怯度っつんじゃないんですか、卑怯度、強度が高ければいいことはいいけど、その前に卑怯度ってつくんですよ、卑、わかりますって重量単位ですよ、重量単位、それけふわふわ浮く、いくら軽くても壊れたら嫌でしょ、まあ飛行機乗ることないから大丈夫かな、そうだね、絶対俺飛行機乗らねえもんね、だからそう思うよ、もう知ってるやつはさそう思うもん、俺嫌だなと思うもん、いやー飛行機乗ると、よくすっげえ頼むじゃないですか、頼む頼む、こんなんね、あれ嫌だもん、ああいうの、あれ好きなやついるんだよ、大丈夫かなと思っちゃうもんね、好きなやついるんだよ、あのたまらないんだって、あのロールスロイスとかさ、あの書いてあるんがたまんないみたいよ、あの足がこんなんだと王様みたいな顔してるやつでしょ、そうそうそう、王様えらい、あのテトラポッドの型を作るわけですよ、でそのテトラポッドの型っていうのはエポキシなんですよ、で、一番初めにテトラポッドの型があるでしょ、それをエポキシの FRP の型で作る、でさらに量産、テトラポッドの量産型はエポキシの FRP の型からポリエステルの FRP の型を作る、レジンインジェクションってレジンを噴射して、FRP のテトラポッドの型を作る、それが量産型になる、だから一番のマスターはエポキシのマスター型がテトラポッドの型なんだ。
あれですよね、海に沈めるテトラポッドですね。海に沈めるとか波消しのブロックですよね。はい、で量産型が FRP のテトラポッドの型なんです。マスター型はテトラポッドだってあれでしょ、コンクリでしょ、コンクリ、それに FRP のテトラポッドの型にコンクリ流すわでバラすわで、量産はだから FRP のテトラポッドの型、そのマスターはエポキシの FRP の型。っていうかあれ鉄じゃねえんですか、あの型は。鉄のもありますよ、でも量産するときはそういうパターンも一つあるんです。鉄だけじゃなくてエポキシのテトラポッドの型がマスター、量産型が、だってそんなことしたらテトラポッドは、はい、のその型は、はい、使い捨て、だから FRP はね使い捨てっつったって何十個も作るわけでしょ、何百個もでしょ、あのエポキシ、FRP の型がダメになるまで作るわけでしょ。ですよね、はい、だけどその FRP の型を作るのはエポキシの型、うーん、でエポキシの型はマスター、うんうん、で壊れないほとんど、へえ、で量産するのはだから FRP の型、そのエポキシを何にするかっつうのはテーマの一つだから、うん、これがテーマじゃないですよ。68が68よりもっと粘度の高くて、うん、どうしようもないようなエポキシをそのマスター型に使うわけ、うん、普通は、うん、こんな高級なさ材料を使わねえ、うん、もっと安い材料を使う、うん、でもそれがマスターだから、うん、で量産が FRP エポキシじゃなくてポリエステル、それは使い捨て、うん、でエポキシの方はこれよりもっと安いわけだけど、うん、マスターだった、うん、でレジンインジェクションとかあのコールドプレスとかいろんな言い方はあるんだ、だから本当に高級材料なのこれは。これはね、うん、でカーボンの足すり減らして台湾だとかさニックスだとかさみんなあのラインを探すわけよ、うん、で台湾であったもん探してんの、何やってんの、こんなとこで。日本にはないですか。で日本にありますよ、それも昔ね、でも今はほら違うじゃん、値段安くだから、うん、だからあのドライカーボンは比較的限定されてるだけの話なのよ、うん、要するに10種類かよ。エポキシはもうふんだんにあるわけよ、うん十万種も、うん、でただうん十万種エポキシがあっても探せないでしょ、開発できないでしょ、うん、手出しできないのよ、うん、ドライカーボンは手出しできちゃうのよ、そういうことで限定されてるから材料が。そういうもんなんですか。そう、バカチョンとは言わないよ、うん、バカチョンとは言わないけどそこそこエポかじったやつだったら、うん、まあ開発はそれは無理にしても、うん、探すだけだったらどうにかさ当て込んじゃう、種類がないんだから。だからあなたのように圧力かけるか熱かけるか2つに1つなんだから、うん、もうそれもどっちかっていうと熱、圧力より、圧力って難しいでしょ、うん、密閉容器の中でやんなきゃいけないから、うん、熱だったら楽でしょ。ですよね、うん、何十度かけりゃいいだけでしょ、うん、だからほとんど熱、うん、熱かけて固めるなんてエポキシだったら楽だもん。だけどカーボンに染み込んで割れなくて、うん、どうしようっつったらあの一定のレベルまで行くんですよエポキシは。みんな、うん、あのちょこっといじればでちょこっとかじれば、だけどそれ以上いかないんですよ商売。みんなそうじゃないですか、あの奥深いよっつって奥どんだけ奥まで行くんだか分かんないじゃないですか、うん、商売みんなほら同じじゃないですか。要はこれ何分ぐらいで固まるんですか。だからそれは50分、50分ぐらい作業できて30分って言うと意外と短いんですよ。うん、あ本当だ、20から30分、うん、うん、そんだけ30分は確実に作業できて、うんうんうん、それ以降はガーッと急激に固まる。固まってくるからね。そう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 、でそういう材料に仕立ててある、うん、でカーボンに染み込むっていうのがこれ、これ以下になるとカーボンにもちろん染み込むんだけど垂れちゃう。
だから粘土とすると、まあそこ書いてある粘土4500、普通粘土、普通のエポキシは粘土2万だから、それ数値が高い方が高いわけ、粘土が高いですか、うん、お水が1CPS、 お水は、うん、だからお水の4500倍ぐらいが一応その柔らかいって言ってた、その粘土、え、これで4500倍なんですか、そう、あ、そうなんですか、うん、で普通のは800倍、あ、800センチポイズぐらいある、1000センチポイズぐらいある、要するにエポキシの2万つったじゃないですか、20分の1だっけ、1000センチポイズでぐらいあるわけで、溶剤で要するに強度を落として粘度低くしてあるだけじゃないわけ、強度を落とさないで粘性低くして染み込みよくして垂れなくしてある、で作業時間はそういうこと、ね、FRP の奥が深いな、いや深くないと思う、そうすか、うん、いやだから普通に考えることができないんだよね、テトラポッドの上が垂れなくて下が垂れちゃう、あ、上が垂れて下が垂れなくいう解決方法を知らなければさ、うん、できないじゃない、垂れに染み込みやすくて垂れにくいっていうのをさ、うん、どうやったらいいのか、どういう粘土と染み込みやすさがそれに適するのか分かんなかったらやりようがないじゃない、うん、で両方の知識と経験がないと、だからそういうことなんです、うん、でなおかつ割れにくいってことじゃないとさ、性能的には意味ない。これ何分ぐらいで固まるんですか。だからそれは50分、50分ぐらい作業できて、30分って言うと意外と短いんですよ、うん、あ、本当は20から30分、うん、うん、そんだけ30分は確実に作業できて、うんうん、それ以降はガーッと急激に固まるの、固まってくるからね、そう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 、でそういう材料に仕立ててある、うん、でカーボンに染み込むっていうのがこれ以下になると、カーボンにもちろん染み込むんだけど垂れちゃう、あ、だから粘土とすると、まあそこ書いてある粘土4500、普通粘土、普通のエポキシは粘土2万だから、数値が高い方が高いわけ、粘度が高い、うん、お水が 1CPS、 お水は、うん、だからお水の4500倍ぐらいが一応その柔らかいって言ってた、その粘度、え、これで4500倍なんですか、そう、あ、そうなんですか、うん、で普通のは800倍、あ、800センチポイズぐらいある、1000センチポイズぐらいあるわけ、要するにエポキシの2万つったじゃないですか、20分の1だっけ、1000センチポイズでぐらいあるわけで、溶剤で要するに強度を落として粘度低くしてあるだけじゃないわけ、強度を落とさないで粘性低くして染み込みよくして垂れなくしてある、で作業時間はそういうこと、ね、FRP の奥が深いな、いや深くないと思う、そうすか、うん、いやだから普通に考えることができないんだよね、テトラポッドの上が垂れなくて下が垂れちゃう、あ、上が垂れて下が垂れなくいう解決方法を知らなければさ、できないじゃない、垂れにく、染み込みやすくて垂れにくいっていうのをさ、どうやったらいいのか、どういう粘土と染み込みやすさがそれに適するのか分かんなかったらやりようがないじゃない、うん、で両方の知識と経験ないと、だからそういうことなんですよ、うん、でなおかつ割れにくいってことじゃないとさ、性能的には意味ないじゃん、だからそうですよね、うん、そんなんだったら普通のエポキシ使えばって言うじゃない、うん、うん、やればっつって、じゃあエポキシ屋が採用しなかったのをどうぞって言うじゃない、納得するじゃないですか、なんとなく、うん、そうに言われちゃうと、君たちは高いお金出してわざわざエポキシ屋が手出ししなかったようなやつをありがたがって使ってるって言っては笑っちゃうよね、ショックだよね、ショックだよね、だって最初からショックなこと言うつもりはないんだけど、だってそれはありがたがって使ってるからやっぱさ、うん、ショックかと思うけどね、うん。
じゃなきゃさ、やっぱりさ、うん、思う。だからそれであれでしょ、試作品作ってきてやれば楽しみでしょ、うん、やっぱりやりがあるでしょ。そうじゃないか、俺僕関わんないもん、悪いけど。なるほど、うん、だってさ伊勢崎の人間なんでさ、ほら横浜いたじゃん、横浜とかなんか、うん、ね、でかかってくるわけよ、あの、うん、やった島の字の書き方はとかさ、あ分かってますかつってさ字の書き方説明するんだよあのやった島っつ字はですね、分かりますつって分かりますって言わないよ、うん、あそうですかそうですかって聞くじゃん、8にあの1と2とのとって書いてさ言うじゃんで利根川をとは懐かしいなと聞いてるじゃん、で図面してその農園の材料、うん、だからまあありがたいよね、本当の真実の姿は、あのそういう話すとなんとなく、のそういう話すとなんとなく腑に落ちるでしょ、納得いくでしょ、だから聞くもん僕、えどうして割れるんですかね、どうしてクラックが行くんですかね、なんでクラックが行くんですかね、おかしいと思いませんか、何百万何十万おかしいと思いませんか、普通の鉄引っ張られても壊れないアルミ、ちょっとまあ変形するかしんないけどクラックが行かない鉄、肩やハンマーでぶち壊すとパリッと割れちゃうもの、それ卑怯度っつんじゃないんですか、卑怯度、強度が高ければいいことはいいけど、その前に卑怯度ってつくんですよ、卑わかりますって重量単位ですよ、重量単位、それけふわふわ浮くいくら軽くても壊れたら嫌でしょ、まあ、飛行機乗ることないから大丈夫かな、そうだね絶対俺飛行機乗らねえもんねだからそう思うよ、もう知ってるやつはさそう思うもん、俺やだなと思うもん、いやー飛行機乗るとよくすっげえたむじゃないですか、うん、たむたむこんなんね、あれやだもん、ああいうの、あれ好きなやついるんだよ、大丈夫かなと思っちゃうもんね、好きなやついるんだよ、あのたまらないんだって、あのロールスロイスとかさ、あの書いてあるんがたまんないみたいよ、へそういう話すとなんとなく腑に落ちるでしょ、納得いくでしょ、だから聞くもん僕、えどうして割れるんですかね、どうしてクラックが行くんですかね、なんでクラックが行くんですかね、おかしいと思いませんか、何百万何十万おかしいと思いませんか、普通の鉄引っ張られても壊れないアルミ、ちょっとまあ変形するかしんないけどクラックがいかない鉄、肩やハンマーでぶち壊すとパリッと割れちゃうもの、それ卑怯度っつんじゃないんですか、卑怯度、強度が高ければいいことはいいけど、その前に卑怯度ってつくんですよ、卑わかりますって重量単位ですよ、重量単位、それけふわふわ浮くいくら軽くても壊れたら嫌でしょ、まあ、飛行機乗ることないから大丈夫かな、そうだね絶対俺飛行機乗らねえもんね、だからそう思うよ、もう知ってるやつはさそう思うもん、俺やだなと思うもん、いやー飛行機乗るとよくすっげえたむじゃないですか、うん、たむたむこんなんね、あれやだもん、ああいうの、あれ好きなやついるんだよ、大丈夫かなと思っちゃうもんね、いや好きなやついるんだよ、あのたまらないんだって、あのロールスロイスとかさ、あの書いてあるんがたまんないみたいよ、あの
足がこんなんだとお日様みたいな顔したやつでしょ。そうそうそう、お日様えらい。あのテトラポッドの型を作るわけですよ、うん、でそのテトラポッドの型っていうのはエポキシなんですよ。で、うん、一番初めにこれかこれか、テトラポッドの型があるでしょ。それをエポキシの FRP の型で作る。でさらに量産、テトラポッドの量産型はエポキシの FRP の型からポリエステルの FRP の型を作る。レジンインジェクションってレジンを噴射して、うん、FRP のテトラポッドの型を作る、うん、それが量産型になる。だから一番のマスターはエポキシのマスター型がテトラポッドの型なんだ。あれですね、海に沈めるテトラポッドですね。海に沈めるとか波消しのブロックですよね、はい、で量産型が FRP のテトラポッドの型なんです。マスター型はテトラポッドだってあれでしょ、コンクリでしょ。コンクリ、それに FRP のテトラポッドの型にコンクリ流すわ。でバラすわ。で量産はだから FRP のテトラポッドの型、そのマスターはエポキシの FRP の型。えっていうかあれ鉄じゃないんですか。あの鉄のもありますよ。でも量産するときはそういうパターンも一つあるんですよ。鉄だけじゃなくてエポキシのテトラポッドの型がマスター、量産型が、えだってそんなことしたらテトラポッドは、はい、のその型は、はい、使い捨て。だから FRP はね、使い捨てっつったって何十個も作るわけでしょ、何百個もでしょ。あのエポキシ、FRP の型がダメになるまで作るわけでしょ。ですよね、はい、だけどその FRP の型を作るのはエポキシの型。うーん、でエポキシの型はマスター、うんうん、で壊れないほとんど。へえ、で量産するのはだから FRP の型。そのエポキシを何にするかっつうのはテーマの一つだから、うん、これがテーマじゃないですよ。68が68よりもっと粘度の高くて、うん、どうしようもないようなエポキシをそのマスター型に使うわけ、うん、普通は、うん、こんな高級なさ材料を使わねえ、うん、もっと安い材料を使う、うん、でもそれがマスターだから、うん、で量産が FRP エポキシじゃなくてポリエステル、それは使い捨て、うん、でエポキシの方はこれよりもっと安いわけだけど、うん、マスター型でレジンインジェクションとかあのコールドプレスとかいろんな言い方はあるんだ、だから本当に高級材料なのこれは。これはね、うん、でカボンの足すり減らして台湾だとかさニックスだとかさみんなあのラインを探すわけよ。で台湾であったもん探してんの、何やってんのこんなとこで。日本にはないですか。で日本にありますよ、それも昔ね。でも今はほら違うじゃん、値段安くだから。だからあのドライカーボンは比較的限定されてるだけの話なのよ。要するに10種類以下よ。エポキシはもうふんだんにあるわけよ、うん十万種も、うん、でただうん十万種エポキシがあっても探せないでしょ、開発できないでしょ、うん、手出しできないのよ、うん、ドライカーボンは手出しできちゃうのよ。そういうことで限定されてるから材料が。そういうもんなんですか。そうバカチョンとは言わないよ、うん、バカチョンとは言わないけどそこそこエポかじったやつだったら、うん、まあ開発はそれは無理にしても、うん、探すだけだったらどうにかさ当て込んじゃう。種類がないんだから。だからあなたのように圧力かけるか熱かけるか2つに1つなんだから、うん、それもどっちかっつうと熱圧力より。圧力って難しいでしょ、うん、密閉容器の中でやんなきゃいけないから、うん、熱だったら楽でしょ。ですよね、うん、何十度かけりゃいいだけでしょ、うん、だからほとんど熱、うん、熱かけて固めるなんてエポキシだったら楽だもん。だけど
カーボンに染み込んで割れなくて、うん、どうしようっつったら、あの一定のレベルまで行くんですよ、エポキシはみんな、うん、あのちょこっといじればで、ちょこっとかじれば、うん、だけどそれ以上いかないんですよ、商売みんなそうじゃないですか、あの奥深いよっつって奥どんだけ奥まで行くんだか分かんないじゃないですか、うん、商売みんなほら同じじゃないですか、要はこれ何分ぐらいで固まるんですか。だからそれは50分、50分ぐらい作業できて、30分って言うと意外と短いんですよ、うん、あ本当は20から30分、うん、うん、そんだけ30分は確実に作業できて、うんうんうん、それ以降はガーッと急激に固まる、固まってくるからね、そう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 、でそういう材料に仕立ててある、でカーボンに染み込むっていうのがこれ、これ以下になるとカーボンにもちろん染み込むんだけど垂れちゃう、あだから粘土っつうと、まあそこ書いてある粘土4500、普通粘土、普通のエポキシは粘土2万だから、数値が高い方が高いわけ、粘土が高いです、うん、お水が 1CPS、 お水は、うん、だからお水の4500倍ぐらいが一応その柔らかいっつってた、その粘土、え、これで4500倍なんですか。そう、あ、そうなんですか、うん、で普通のは800倍、あ、800センチポイズぐらいある、1000センチポイズぐらいある、要するにエポキシの2万つったじゃないですか、20分の1だっけ、1000センチポイズでぐらいあるわけで、溶剤で要するに強度を落として粘度低くしてあるだけじゃないわけ、強度を落とさないで粘性低くして染み込みよくして垂れなくしてある、で作業時間はそういうこと、なるほどね、FRP の奥が深いな、いや深くないと思う、そうか、うん、いやだから普通に考えることができないんだよね、テトラポットの上が垂れなくて下が垂れちゃう、あ、上が垂れて下が垂れなくいう解決方法を知らなければさ、うん、できないじゃない、垂れにくがん染み込みやすくて垂れにく、垂れにくいっていうのをさ、うん、どうやったらいいのか、どういう粘土と染み込みやすさがそれに適するのか分かんなかったらやりようがないじゃない、うん、で両方の知識と経験がないと、だからそういうことなんです、うん、でなおかつ割れにくいってことじゃないとさ、性能的には意味ない。これ何分ぐらいで固まるんですか。だからそれは50分、50分ぐらい作業できて、30分って言うと意外と短いんですよ、うん、あ、本当は20から30分、うん、うん、そんだけ30分は確実に作業できて、うんうん、それ以降はガーッと急激に固まるの、固まってくるからね、そう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 、でそういう材料に仕立ててある、うん、でカーボンに染み込むっていうのがこれ、これ以下になるとカーボンにもちろん染み込むんだけど垂れちゃう、あだから粘土っつうと、まあそこ書いてある粘土4500、普通粘土、普通のエポキシは粘土2万だから、数値が高い方が高いわけ、粘土が高い、うん、お水が 1CPS、 お水は、うん、ああだからお水の4500倍、うん、ぐらいが一応その柔らかいっつってたその粘土、え、これで4500倍なんですか。そう、あ、そうなんですか、うん、で普通のは800倍、あ、800センチポイズぐらいある、1000センチポイズぐらいあるわけ、要するにエポキシの2万つったじゃないですか、20分の1だっけ、1000センチポイズでぐらいあるわけで、溶剤で要するに強度を落として粘度低くしてあるだけじゃないわけ、強度を落とさないで粘性低くして染み込みよくして垂れなくしてある、で作業時間はそういうこと、ね、FRP の奥が深いな、いや深くないと思う、そうすか、うん、いやだから普通に考えることができないんだよね、テトラポットの上が垂れなくて下が垂れちゃう、あ、上が垂れて下が垂れなくいう解決方法を知らなければさ、できないじゃない、垂れにく、がん染み込みやすくて垂れにく、垂れにくいっていうのをさ、どうやったら
いいのか、どういう粘土と染み込みやすさがそれに適するのか分かんなかったらやりようがないじゃない、うん、で両方の知識と経験ないと、だからそういうことなんですよ、うん、でなおかつ割れにくいってことじゃないとさ、性能的には意味ないじゃん。だからそうですよね、うん、そんなんだったら普通のエポキシ使えばって言うじゃない、うんうん、やればっつって、じゃあエポキシ屋が採用しなかったのをどうぞって言うじゃない、うん、納得するじゃないですか、なんとなく、うん、そうに言われちゃうと君たちは高いお金出してわざわざエポキシ屋が手出ししなかったようなやつをありがたがって使ってるって言っては笑っちゃうよね。ショックだよね。ショックだよね。だって最初からショックなこと言うつもりはないんだけど、だってそれはありがたがって使ってるからやっぱさ、うん、ショックかと思うけどね、うん、じゃなきゃさやっぱりさ、うん、思うもん。でもそれであれでしょ、試作品作ってきてやれば楽しみでしょ、うん、やっぱりやりがあるでしょ。そうじゃないか、俺僕関わんないもん、悪いけど。なるほど、うん、だってさ伊勢崎の人間なんでさ、ほら横浜いたじゃん、横浜とかなんか、うん、ね、でかかってくるわけよ、あのやった島の字の書き方はとかさ、あ分かってますかっつってさ字の書き方説明するんだよあのやった島っつう字はですね、分かりますっつって、分かりますって言わないよ、うん、あそうですかそうですかって聞くじゃん、8にあの1と2とのとって感じ言うじゃんで利根川をとはあ懐かしいなと聞いてるじゃん、で図面してその辺の材料、うん、だからまあありがたいよね、本当の真実の姿は、うん、あのそういう話すとなんとなくのそういう話すとなんとなく腑に落ちるでしょ、納得いくでしょ、うん、だから聞くもん僕、どうして割れるんですかね、どうしてクラックが行くんですかね、なんでクラックが行くんですかね、おかしいと思いませんか、何百万何十万おかしいと思いませんか、普通の鉄引っ叩いても壊れないアルミ、ちょっとまあ変形するかしんないけどクラックが行かない鉄、肩やハンマーでぶち壊すとパリッと割れちゃうもの、それ卑怯度っつんじゃないんですか、卑怯度、強度が高ければいいことはいいけど、その前に卑怯度ってつくんですよ、卑わかりますって重量単位ですよ、重量単位、それけふわふわ浮くいくら軽くても壊れたら嫌でしょ。まあ、飛行機乗ることないから大丈夫かな。そうだね絶対俺飛行機乗らねえもんねだからそう思うよ、もう知ってるやつはさそう思うもん、俺やだなと思うもん、いやー飛行機乗ると、うん、よくすっげえ頼むじゃないですか、うん、頼む頼む、こんなんね、あれやだもん、ああいうの、あれ好きなやついるんだよ、大丈夫かなと思っちゃうもんね、好きなやついるんだよ、あのたまらないんだって、あのロールスロイスとかさ、あの書いてあるんがたまんないみたいよ、へえ、うん、そういう話すとなんとなく腑に落ちるでしょ、納得いくでしょ、うん、だから聞くもん僕、どうして割れるんですかね、どうしてクラックがいくんですかね、なんでクラックがいくんですかね、おかしいと思いませんか、何百万何十万おかしいと思いませんか、普通の鉄引っ叩いても壊れないアルミ、ちょっとまあ変形するかしんないけどクラックがいかない鉄、肩やハンマーでぶち壊すとパリッと割れちゃうもの、それ卑怯度っつんじゃないんですか、卑怯度、
強度が高ければいいことはいいけど、その前に非強度ってつくんですよ。非わかわかりますって重量単位ですよ、重量単位。それけふわふわ浮く、いくら軽くても壊れたら嫌でしょ。まあ飛行機乗ることないから大丈夫かな。そうだね、絶対俺飛行機乗らねえもんね。だからそう思うよ。もう知ってるやつはさ、そう思うもん。俺やだなと思うもん。いやー、飛行機乗ると、うん、よくすっげえたむじゃないですか。うん、たむたむ。こんなんね、あれやだもん。ああいうの、あ、あれ好きなやついるんだよ。大丈夫かなと思っちゃうもんね。好きなやついるんだよ。あのたまらないんだって、あのロールスロイスとかさ、あの書いてあるんがたまんないみたいよ。へ、うん、あの足がこんなんだと王妃様みたいな格好したやつでしょ。そうそうそう、王妃様えらい。あのテトラポッドの型を作るわけですよ、うん、でそのテトラポッドの型っていうのはエポキシなんですよ。で、うん、一番初めにこれかこれか、テトラポッドの型があるでしょ。それをエポキシの FRP の型で作る。でさらに量産、テトラポッドの量産型はエポキシの FRP の型からポリエステルの FRP の型を作る。レジンインジェクションってレジンを噴射して、うん、FRP のテトラポッドの型を作る、うん、それが量産型になる。だから一番のマスターはエポキシのマスター型がテトラポッドの型になる。あれですね、海に沈めるテトラポッドですね。海に沈めるとか波消しのブロックですよね、はい、で量産型が FRP のテトラポッドの型なんです。マスター型はテトラポッドだってあれでしょ、コンクリでしょ。コンクリ、それに FRP のテトラポッドの型にコンクリ流すわ。でバラすわ。で量産はだから FRP のテトラポッドの型、そのマスターはエポキシの FRP の型。っていうかあれ鉄じゃねえんですか。あの型は鉄のもありますよ。でも量産するときはそういうパターンも一つあるんです。鉄だけじゃなくてエポキシのテトラポッドの型がマスター、量産型が、だってそんなことしたらテトラポッドは、はい、のその型は、はい、使い捨て。だから FRP はね、使い捨てっつったって何十個も作るわけでしょ、何百個もでしょ。あのエポキシ、FRP の型がダメになるまで作るわけでしょ。ですよね、はい、だけどその FRP の型を作るのはエポキシの型。うーん、でエポキシの型はマスター、うん、で壊れないほとんど。へえ。で量産するのはだから FRP の型、そのエポキシを何にするかっつうのはテーマの一つだから、うん、これがテーマじゃないですよ。68が68よりもっと粘度の高くて、うん、どうしようもないようなエポキシをそのマスター型に使うわけ、うん、普通は、うん、こんな高級なさ材料を使わねえの、うん、もっと安い材料使う、うん、でもそれがマスターだから、うん、で量産が FRP エポキシじゃなくてポリエステル、それは使い捨て、うん、でエポキシの方はこれよりもっと安いわけだけど、うん、マスターだった、うん、でレジンインジェクションとかあのコールドプレスとかいろんな言い方はあるんだ、うん、だから本当に高級材料なのこれは。これはね、うん、でカーボンの足すり減らして台湾だとかさニックスだとかさみんなあのラインを探すわけよ、うん、で台湾であったもん探してんの、何やってんの、こんなとこで。日本にはないですか。で日本にありますよ、それも昔ね。でも今はほら違うじゃん、値段安くだから、うん、だからあのドライカーボンは比較的限定されてるだけの話なのよ、うん、要するに10種類以下よ。
エポキシはもうふんだんにあるわけよ、うん十万種も、うん、でただうん十万種エポキシがあっても探せないでしょ、開発できないでしょ、うん、手出しできないのよ、うん、ドライカーボンは手出しできちゃうの、そういうことで限定されてるから材料が、そういうもんなんですか、そうバカチョンとは言わないよ、うん、バカチョンとは言わないけど、そこそこエポかじったやつだったら、うん、まあ開発はそれは無理にしても、うん、探すだけだったらどうにかさ当て込んじゃう、種類がないんだから、だからあなたのように圧力かけるか熱かけるか2つに1つなんだから、うん、もうそれもどっちかっていうと熱圧力より、圧力って難しいでしょ、うん、密閉容器の中でやんなきゃいけないから、うん、熱だったら楽でしょ、ですよね、うん、何十度かけりゃいいだけでしょ、だからほとんど熱、熱かけて固めるなんてエポキシだったら楽だもん、だけどカーボンに染み込んで割れなくて、うん、どうしようっつったら、あの一定のレベルまで行くんですよエポキシは、みんな、うん、あのちょこっといじればでちょこっとかじれば、だけどそれ以上いかないんですよ、商売みんなそうじゃないですか、あの奥深いよっつって奥どんだけ奥まで行くんだか分かんないじゃないですか、うーん商売みんなほら同じじゃないですか、要はこれ何分ぐらいで固まるんですか、だからそれは50分、50分ぐらい作業できて30分って言うと意外と短いんですよ、うん、あ本当だ20から30分、うん、うん、そんだけ30分は確実に作業できて、うんうんうん、それ以降はガーッと急激に固まる、固まってくるからね、そう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 、でそういう材料に仕立ててある、うん、でカーボンに染み込むっていうのがこれ、これ以下になるとカーボンにもちろん染み込むんだけど垂れちゃう、あだから粘土とすると、まあそこ書いてある粘土4500、普通粘土、普通のエポキシは粘土2万だから、それ数値が高い方が高いわけ、粘土が高いですか、うん、お水が 1CPS お水は、うん、だからお水の4500倍ぐらいが一応その柔らかいっつってたその粘土、え、これで4500倍なんですか、そう、あ、そうなんですか、うん、で普通のは800センチポイズぐらいあるわけ、1000センチポイズぐらいあるわけ、要するにエポキシの2万つったじゃないですか、20分の1だっけ1000センチポイズでぐらいあるわけで、溶剤で要するに強度を落として粘度低くしてあるだけじゃないわけ、強度を落とさないで粘性低くして染み込みよくして垂れなくしてある、で作業時間はそういう、ね、FRP 奥が深いな、いや深くないと思う、そうすか、うん、いやだから普通に考えることができないんだよね、テトラポットの上が垂れなくて下が垂れちゃう、あ上が垂れて下が垂れなくいう解決方法を知らなければさ、うん、できないじゃない、垂れに染み込みやすくて垂れにく垂れにくいっていうのをさ、うん、どうやったらいいのか、どういう粘土と染み込みやすさがそれに適するのか分かんなかったらやりようがないじゃない、うん、で両方の知識と経験ないと、だからそういうことなんです、うん、でなおかつ割れにくいってことじゃないとさ、うん、性能的には意味ないし、これ何分ぐらいで固まるんですか、だからそれは50分、50分ぐらい作業できて30分って言うと意外と短いんですよ、うん、あ本当だ20から30分、うん、そんだけ30分は確実に作業できて、うんうん、それ以降はガーッと急激に固まるの、固まってくるからね、そう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 、でそういう材料に仕立ててある、うん、でカーボンに染み込むっていうのがこれ、これ以下になるとカーボンにもちろん染み込むんだけど垂れちゃう、だから粘土とすると、まあそこ書いてある粘土4500、普通粘土、普通のエポキシは粘土2万だから、それ数値が高い方が高いわけ、粘土が高い、うん、お水が 1CPS お水は、うん、だからお水の4500倍ぐらいが一応その柔らかいっつってたその粘土、
え、今年100倍なんですか。そう。あ、そうなんですか。うん、で普通のは800センチボイズぐらいある、1000センチボイズぐらいあるわけ。要するにエポキシの2万つったじゃないですか、20分の1だっけ、1000センチボイズでぐらいあるわけで、溶剤で要するに強度を落として粘度低くしてあるだけじゃないわけ。強度を落とさないで粘性低くして染み込み良くして垂れなくしてある。で作業時間はそういうこと、ね、FRP の奥が深いな。いや深くないと思う。そうすか。いやだから普通に考えることができないんだよね。テトラポットの上が垂れなくて下が垂れちゃう、あ、上が垂れて下が垂れなくいう解決方法を知らなければさ、できないじゃない。垂れにく、がん染み込みやすくて垂れにく、垂れにくいっていうのをさ、どうやったらいいのか、どういう粘土と染み込みやすさがそれに適するのか分かんなかったらやりようがないじゃない。で両方の知識と経験ないと。だからそういうことなんですよ。でなおかつ割れにくいってことじゃないとさ、性能的には意味ないじゃん。だからそうですよね、うん、そんなんだったら普通のエポキシ使えばって言うじゃない、うんうん、やればっつって、じゃあエポキシ屋が採用しなかったのをどうぞって言うじゃない、うん、納得するじゃないですか、なんとなく、うん、そうに言われちゃうと。君たちは高いお金出してわざわざエポキシ屋が手出ししなかったようなやつをありがたがって使ってるって言っては笑っちゃうよね。ショックだよね。ショックだよね。だって最初からショックなこと言うつもりはないんだけど、だってそれはありがたがって使ってるからやっぱさ、うん、ショックかと思うけどね、うん、じゃなきゃさやっぱりさ、うん、思う。でもそれであれでしょ、試作品作ってきてやれば楽しみでしょ、うん、やっぱりやりがあるでしょ。そうじゃないか、俺僕関わんないもん、悪いけど。なるほど、うん、だってさ伊勢崎の人間なのにさ、ほら横浜いたじゃん、横浜とかなんか、うん、ね、でかかってくるわけよ、やった島の字の書き方はとかさ、あ、分かってますかつってさ字の書き方説明するんだよ。やった島っつ字はですね、分かりますつって分かりますって言わないよ、うん、あ、そうですか、そうですかって聞くじゃん。8に1と2とのとって言うじゃんで利根川のとは懐かしいなと聞いてるじゃん、で図面してその辺の材料、うん、だからまあありがたいよね。本当の真実の姿は、そういう話すとなんとなく、そういう話すとなんとなく腑に落ちるでしょ、納得いくでしょ。だから聞くもん僕、え、どうして割れるんですかね、どうしてクラックが行くんですかね、なんでクラックが行くんですかね、おかしいと思いませんか、何百万何十万おかしいと思いませんか。普通の鉄引っ張られても壊れないアルミ、ちょっとまあ変形するかしんないけどクラックが行かない鉄、肩やハンマーでぶち壊すとパリッと割れちゃうもの、それ卑怯度っつんじゃないんですか。卑怯度、強度が高ければいいことはいいけど、その前に卑怯度ってつくんですよ。わかりますって重量単位ですよ、重量単位。それふわふわ浮くいくら軽くても壊れたら嫌でしょ。まあ、飛行機乗ることないから大丈夫かな。そうだね絶対俺飛行機乗らねえもんねだからそう思うよ。もう知ってるやつはさそう思うもん、うん、俺やだなと思うもん。いやー飛行機乗ると、うん、よくすっげえ頼むじゃないですか。
うん、だ、だ、こんなんね、あれ嫌だもん、ああいうの。あれ、好きなやついるんだよ。大丈夫かなと思っちゃうもんね。好きなやついるんだよ。あの、たまらないんだって。あの、ロールスロイスとかさ、あの、書いてあるんが。たまんないみたいよ。